にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。そして向かう先は佐原ですね。水郷の町佐原に向かっております。この辺りはね、結構来たことあるんですけど、意外に観光スポットが多いんですよね。行きにくい場所ではあるんですけど、観光スポットがね多くて、ドライブもしやすくて非常に好きな場所でして、今回はですね、佐原の水郷に行くんですが、一回行ったことあるんですよね。ただそれは動画にしなくて 7,8 年前ぐらいに行ったと思うんで、今回はどんな感じで佐原がまだ変化しているかっていうのを見たくて佐原に向かっております。この景色がきっと変わらず、ここから約30分くらいですかね。天気がね、ここから良くなってくれればいいんですけど、とりあえずドライブ楽しみます。デイ、さっきも言ったんですけど、佐原近辺ですね、本当に観光スポットが多くて、今ね思い返すだけでもマジで多いんですよね。香取神宮とか美保の競走馬ね、トレーニングセンターとか、だから鹿島神宮も行けるしね、東国三社巡りとか行けちゃうし、道の駅もあったり、数え上げればキリがないぐらい本当に観光スポットが多くて、これからもね、おそらく何回もここ通うんじゃ、もうずっとこの景色変わらないんで、次のシーンは佐原でお会いしましょう。駐車場を止めました。もちろん無料駐車場に止めました。佐原出汁会館だっけな、そこだとね無料で止められるみたいんですけど、結構ね止められてますね。ここからただね少し歩かなきゃいけないんで、このマップを確認しながら佐原の水郷に向かいます。もうちょい歩きやすい道がもしかしたらあるのかもしれないんですけど、歩道もなくて側道も狭いので、そしてさらに車通りも激しいので、今はいないけどね、危ないかもしれないですねこの道ね。ただ結構古民家が増えてきて風情を醸し出してきてますよ。祭りもあるみたいですしね。うわー、楽しみだわー、佐原。佐原町並み交流館、無料で入れるみたいになって入ってます。もともと東京三菱銀行佐原支店として使われていた建物らしいですね。で、金庫室らしいです。ここが入ってみよう。もうわからない、面影が。こんな感じですね。この地図がね、分かりやすいです。結構歩いたら広そうだな。三菱館内、あ、これは昔の金庫っぽい。おお、いいね。ついつい結構見ちゃいましたね。ここからもう着いたかな、もう着くのかな。で、今昼前なんですけど、混むかもしれないから早めに最初にお昼ご飯食いに行っちゃいます。あ、着いたなこれ。やはり
着きました。まあ後でまたすぐ来ます。本日昼ご飯を食べるお店がですね、稲江さんという口コミ評価が非常に良かったお店ですね。あれかな、目の前の氷のあれが吊るしてあるとこかな、そうっぽいわ。稲江さん風情あるね。入ります。マジかよ、楽しみにしてたのに。マジかよ、マジかよ。え、なんだここ、入っていいのかな。入っちゃってるけど。お、声が。お店の中からか。綺麗だね、思ったより全然綺麗。よくわからないですね。長箱骨生育地、千葉県選定最重要保護生物らしいです。一輪だけ咲いてるんですよね、これですね。至る所で工事してまして、趣のある建物の雰囲気を残しつつ、新しい建物も建てつつっていう感じなんですかね。木下旅館さん、めちゃめちゃ風情ある。もうやってないのかな。やべえ、たまらん。すみません、やってましたね。中見てみたかった。なぜかこっちはね、人が全然歩いてないんですけど、工事車両が多すぎて落ち着かないですね。これは昔からある古民家ですよね。大きな門が。あら、どこまで続くんだ。さわらめちゃめちゃいいぞ。皆さん来てください。だいぶ橋の方まで歩いていきましたね。もう民家が増えてきたので、折り返してみましょうか。橋を渡りまして折り返しております。そして飲食店も一緒に探してるんですけど、結構フレンチとかイタリアンとかね、おしゃれなお店が多いんですよね。入りづらいんですよね。お蕎麦とかも一応あったけど、ね、定休日だったり、そこまで安い感じではないですね。かけそば1000円とか1200円とかのお店もあったんで、フラッと気軽に入れるお店があったらいいんですけどね。ちょっと情報不足です。この画角いいですね。ただやはり工事が気になる。そしてこのタイミングで船が来てくれたら最高のサムネになるんですけどね。メインどころまで戻ってきました。さらに向こうまで歩いてみます。今日船一回も見かけてないんだよな。やってないのかな。あれ、そしてその橋から滝がありますけど、そこ通るんかな。
かの有名な伊能忠敬さんのお家ですね。入ってみましょう。あ、これ正面が、正面がっていうことか。あ、こっちだ、こっちだ。あ、こっちちょっとさすがに人いるから少し待ちましょう。でかいかまど、そして土間、いいな、土間好きなんだよな、土間。古民家っていいよね。複雑な形してる古民家すげえ好きなんですよ。ほんと住んでみたい、こういうところ。いや、住まなくていいかな、泊まってみたい。伊能忠敬さんマジですごいよね。どんだけ歩いたんだ。すごい広いお家に住んでたんですね。そしてここ無料で見れるっていいね。6畳4畳6畳とかすごい部屋が区切られてるんだね。うん、わあ、いい、スイカ食べたい。ここでもうだいぶ終盤じゃないでしょうか。今日は人が少なくてよかったですね。あのね、暑いんすよ、マジでくっそ暑いんすよ今日。だからかき氷とか食べてもいいかもしれないですね。いや、あのお店やってなかったのマジでショック。このイタリアンレストラン覚えてる？前回もここ来て驚いてた。でかい古民家をね丸ごと使ってるんですよ。中入りたいけどこんな感じです。すごいよね。おそらくここで終わりかな。引き返すかね、お腹も空いたし。あえてこのお休みどころで休みましょうか。もともと飲食店だったっぽいですね、このお休みどころ。トイレも無料開放、すごいな。人が一気に減った。まあ今あのお昼時なんで、逆にお昼時チャンスかもしれないな、これ。トイレ広、そしておしゃれ。おお、いい感じのお掃除じゃないですか。では最後にですね、日本屋さんの建物を、見てから帰ろうかなと思います。この辺にねあるんですよ、あと2つぐらいあるのかな。すげえ古民家まるまる。この辺全部だから日本屋さんの宿泊施設でしょ。すごい、泊まってみたい。あら、俺の好きそうな雰囲気じゃないですか。こういうでかいね古民家とか見るとね、鬼ごっこしたくなるんだよね。わかります？あ、ここが、なんだ、ここは人住んでんの？わからない。でか、想像よりでかかったわ。で、一棟一棟で部屋番号ついてますからね。ここ301か。ほう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 、ちょっと家帰ったら見てみよう。これは来てよかった、日本屋さん見るだけでも楽しいよ。この家もそうだし、この蔵もそうっすね。
車通りが激しいので、裏道を歩いております。いかがでしたでしょうか、佐原の水郷。滞在時間1時間半ぐらいだかな。お昼ご飯食べてないのに、まあカメラとか撮りながら見ましたけど、無料駐車場から歩いてこれぐらいいたんで、本当にゆっくり見たいんだったら 2,3 時間はここだけでかかってしまうんじゃないかなと思いますね。めちゃめちゃ良かったです。だいぶ観光地化されてましたね。若者向けの食べ物だったり飲み物だったりも多かったりして、なおかつ風情も残されていたので、マジで佐原おすすめです。そしてこれからの進化が非常に楽しみですね。というわけでお腹すいたので、この後は道の駅かマックでご飯を食べて帰りたいと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。